未来にいいことがあるとは思えないんですけど。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、よく患者さんなんかで将来いいことがあるとは全然思えないんですけど、このままやっていっても私の将来暗いままなんですっていう方がですね、結構たくさんいらっしゃるんですけども、そういう人、病気の方じゃない人にもね、いると思うんですけど、そういう人に対するちょっとアドバイスをね、今日お話ししたいと思うんです。人間の不安の9割はですね、まだ起こってないですね、将来に対する不安であるというふうに言われてるんですね。それは精神医学でいうと予期不安っていう言葉がね、あるんです。つまり取り越し苦労ですね。明日何とかしたらどうしようとか、明日忘れ物したらどうしようとか、明日朝起きれなかったらどうしようとか、明日仕事で失敗したらどうしようとか、明日のプレゼンでとちったらどうしようとかですね、まだ起こってもいないことをいっぱいいっぱいどんどんたくさんたくさんですね、考えて、みんな取り越し苦労をして今不安になってるんですね。で、大体その取り越し苦労したことの 90% 以上っていうのは実現していない、つまり起こってないというふうに言われてるんですね。いくつかの調査でですね。ですから、起こってから落ち込めばいいわけですね。そしたら 90% ハッピーに過ごせます。ということで、あまり未来のことを考えないで、今にフォーカスするっていうことが一つですね。もう一つがですね、将来いいことがあるかどうかっていうのはこれはもう誰にも分かりませんので、将来いいことがあるかどうかより今日いいことがあったかどうか、あるいはね、昨日いいことがあったかどうかを少しフォーカスしてほしいんです。例えば日記っていうのもすごくいいと思うんですけど、今日あったことを一つだけですね、日記に書くということ、これだけでもですね、そういう楽しいこと探しの能力が身についてきますので、例えば Facebook に今日あった楽しいこと1個投稿するみたいなね、そういうことだと簡単にできると思うので、あんまり明日明後日どうなるかっていうのはね、それは私自身も分かりませんので、あんまり将来のことは心配しない方がいいんじゃないかな。精神医学心理学を分かりやすくお伝えする精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、次回見逃さないためにも赤いボタン、チャンネル登録のクリックをお願いします。